緊急事態条項を入れて、地震起きた時とか衆議院の4年の任期が終わってもまだ議員続けられるようにすると、まだ政権続けられるようにする憲法改正だっていうんですけど、冗談じゃないんですよ。なんで裏金自民が憲法変えるとか言ってるんですか。本当にど厚かましい。厚かましいんですよ。すぐやめろって言うんですよ。裏金自民は早く洗いざらい全部自白して、そして自主性、これでしょ。なのに裏金自民に乗っかって、公明党も維新も国民を欺いて、まずは緊急事態条項だけ憲法変えさせてくれ、そういうやり方するんですよ。本当にど厚かましい。厚かましいんですよ。すぐやめろって言うんですよ。